皆様おはようございます。エンゼルス対ツインズ6勝目をかけた大谷翔平先発いたしました。はい、結果はですね、6回99球2安打3失球9奪三振1失点と、ピッチャー大谷としては完璧なね、いいピッチングでした。4者連続三振とかもあったりね、三振がね多くね、多く取ってました大谷投手。いやー、ピッチングは良かったです。打席ではね、1安打と、ヒットで終わったんですけどもね、まあ、ちょっとね、6勝目、タイミングがねちょっと合わず、6回7回でだったかな、交代して、その後ですね、同点のまま、ピッチャー変わって、エンゼルスが攻撃になった時に、追加点が入って、まあ、そのまま別のね中崎投手が勝利投手になって、大谷投手は6勝目つかず、勝敗もないっていうことでね、まあちょっとね、まあ実質6勝目みたいなものだったんですけどね、ちょっと惜しかったですね。はい、まあでもとりあえずね、エンゼルス勝ってよかったです。はい、明日からはですね、レッドソックス、吉田と大谷のね対決が、始まりますので、まあそれもね、楽しみに見たいと思います。吉田すごいからね今。はい、以上大谷さん速報でした。バイバイ。